今日は俊太選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。ありがとうございます。8回の2点勝ち越しタイムリー、見事でした。ありがとうございます。すごい、本当濃厚ですね、はい、そうですね、ヘッドスライディングしたんで、はい、違うところで目立っちゃいましたどうでした、今日その打席に入るとき、どんな気持ちで入られました。そうですね、まあなかなか最近打ててない時期が本当にずっと続いてたんで、まあここぞとばかりに気合い入れていました。緊張などはしなかったんですか。いやもうなんか開き直ってたんで、緊張っていうよりなんか楽しかったですね。楽しかった。はい、もう打てなくても失うものないんで、なんか本当に打ったらこうやってヒーローになれるし、そういうことだけを考えてやってました。見てる方もすごく冷静にこうボールをしっかり見て打ってたなっていうふうに見た、はい、見えたんですけど、やはりそうなんですか、落ち着いてますか。あ、そうですね、本当にその通りで、自分でも結構今日の打席を振り返りたいぐらい、うん、冷静にその打席を、まあ、はい、できてたんで良かったです、はい、ご自身で何点ぐらい。まあそうですね、まあ僕からしたらもう80点ぐらい上げてもいいと思います、はい、素晴らしいです。はい、ありがとうございます。お疲れ様です、はい、すみません、話はガラリと変わるんですが、はい、今日試合前に小松投手の引退が発表されました。小松投手との思い出などはありますでしょうか。小松さんですよね、僕もニュースでちょっと携帯のニュースでチラッと見たんですけど、はい、まあ、ここ最近特にここ 1,2 年は僕もちょっと、まあ、僕が結構苦しんでる時に声かけてくれたり、本当になんか僕もいろいろ相談したりして、すごい親身に答えてくれる先輩だったんで、ちょっと引退するって聞いてちょっと残念ですね。ありがとうございます、はい、それでは最後にファンの方に一言、はい、お願いします。はい、今日僕は打てました何言ってんの明日も、試合があるので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は俊太選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。